なたはどう思う？めぐるくん、森に行こう。彼女が誰かを陥れるような人とはどうしても思えない。僕のわがままかもしれないけど、信じたいんだ。なんだかわからないけど、めぐるくん急いで。ニラくん。何？お前ら。分かってる。待て！逃がすか！うわ！ありがとう、橘さん、忍。もう大丈夫。でも、どうしてこんなことを。三石君、いつかあなた言ってたじゃない。雄一郎先輩とは仲が良かったって。それなのにどうして？他のみんなだって同じ中学時代からの仲間でしょ？なのに。仲間じゃない。仲間のふりをしてただけさ。あいつらは報いを受けなければいけなかったんだ。報い？咲子に対する報いだ。
昔君に何があったのかはわからないけど、殺人を正当化できる理由なんてないと思うよ。どんな事情があっても、かい。咲子は僕の幼なじみさ。彼女はいつも笑ってて、運動が得意で元気で、僕とはまるで正反対の子だった。一方その頃の僕はいつもいろんな人間にからかわれたりしていじめられていた。そんな僕に対しても彼女は他のクラスメートと同じように普通に接してくれた。だけどそれがきっかけで、いつの頃からか彼女までがいじめを受けるようになった。僕は昔からそういうことには慣れていた。適当に心を殺して状況が収まるのを待っていれば、そのうち相手も飽きてくる。けど咲子は違った。彼女は生まれてからまだ一度だって誰かに無視されたり、物を隠されたり、言われのない暴力を振るわれたり、そんなことをされたことはなかったんだ。だからやり方が下手で、いつもどうして自分がこんな目にっていじめてくる奴らに正面からぶつかっていってた。だけど歯向かえば歯向かうほど相手はエスカレートするものさ。結局そんな奴らにいつまでも一人で立ち向かうのは限界がある。だんだんと日を追うごとに、いつも笑っていた彼女からは笑顔が失われていった。そしてついに咲子は、情けないことに僕はその時咲子に何もしてやれなかった。いや、いなくなってしまった後でさえ何一つしてやれなかったんだ。そして中学卒業の季節を迎え、咲子を自殺に追い込んだ雄一郎たちと顔を合わせることに耐えられず、僕は奴らが咲夜学院に行ったと知り、迷わず別の私立高校に進学した。だけど都合があってそこを離れることになり、この木の花学園に転校してきた。驚いたよ。まさか奴らまで同じ学園に転入してきていたとはね。信じられるか。雄一郎は、あの男は自分が咲子にしたことも忘れてまた同じことを繰り返していたんだ。あれだけの、決して取り返しのつかないことをしておきながら、奴はのうのうと笑って生きていた。好き勝手に。僕はね、ずっと後悔していたんだ。なんで中学時代咲子を助けてやれなかったのか。彼女を見捨てて自分だけ逃げてしまったのか。僕はもう逃げたりはしないよ。僕は復讐の機会が訪れたことを感謝したよ。きっとこれは咲子の巡り合わせなんだとね。あとは君たちの知ってる通りだ。分かっただろう。殺されて当然の奴らだったんだよ。雄一郎も、伊予奈も、他の奴らも、みんな同罪さ。そうね。確かに私は、殺されても文句が言えないくらい、ひどかったわ。
イオナさん。中学時代の私は雄一郎だけが支えだったの。血液の病気で何度も入退院を繰り返していて、私体が弱かったから彼に見放されたらどうしようっていつもそればかり考えていた。怯えきっていたのね、あの頃は。それが咲子をいじめていたことの言い訳になるとでも思ってるのか。そうじゃないわ。ただ私はどうしてもあなたに伝えておきたいことがあるだけ。よーいよな、何でもいいから咲子のもん取ってこいよ。でも、もういい加減こんなことやめにしない。何、俺の言うことを聞けないわけ。分かったわよ。じゃあちょっと待ってて。これは咲子の机にあったのは一通の手紙だった。それは骨髄移植のレシピエントに向けて書かれたものだった。彼女誰かに自分の骨髄を提供することになっていたらしい。偶然にも私は同じ頃骨髄移植の手術を受けることになっていた。だからどうしてもその手紙だけは盗むことができなかった。そして月日が経ち、咲子が行ってから、病院に入院し、すでに無事手術を終えていた私のところに一通の手紙が届いたわ。それはあの時咲子の机にあったのと全く同じものだった。これよ。初めまして。まだ会ったことのないレシピエントさんへ。ドナーとレシピエントはお互い名前を教え合っちゃいけないらしいから、自己紹介はごめんなさい。でも一つだけズルしちゃおうかな。私は私立の学校に通う中学生です。医学のこととか難しくてよくわからないけど、自分の骨髄が人の役に立てるんだってお母さんに教えられたとき、とても嬉しく思いました。そうそう、学校はとても楽しいところです。私はいつも勉強そっちのけで遊んでばかり。よく先生に怒られちゃうけど、でも優しいクラスメートや仲のいい友達がいつも叱ってくれます。だからもしあなたが私と同い年くらいの方なら、早く元気になって学校に通えるようになるといいですね。そしていつかこっそり内緒で会ったりしてお友達になれたらいいなって思います。イオナさん、それじゃあまさか。そう、私のドナーはあの子だったの。なのに私は、分かった時には遅かった。いくら悔やんだところで彼女はもう。優しいクラスメート、仲の良い。彼女の手紙の中に一言たりとも私たちを非難する言葉はなかったわ。事件が三石君の犯行だと分かった時、私どうしてもあなたを止めたかった。咲子のためにも。
優しい子だった。その彼女が自分のために誰かが殺人を犯すなんて望むはずがない。本当はあなたを説得しに森に来た時、殺されるかもしれないと思った。とても怖かった。でも不思議と体が動いた。まるで他の誰かが私を動かしているみたい。咲子が力を貸してくれたっていうのか。じゃあ彼女はお前らを許したとでも。あんな目に遭わされてそれでも許してくれたかどうかなんてわからない。でも少なくとも北山さんはあれから後悔し続けていた。咲子がいなくなったあの日から彼女は変わったのよ。変わらなくちゃ咲子に謝ることもできないってずっと努力してたもの。三石君、私思うの。本当は咲子の死は自殺なんかじゃなくて事故だったんじゃないかって。確かに学校の屋上に行った時あの子は思い詰めていたかもしれない。でもきっとギリギリのところで踏みとどまったはずよ。だって私に生きる勇気を与えようとしてくれた彼女が自分から命を絶つはずがないもの。聞いていれば。三石くん、お前に何がわかる。いい加減なことばかり言うな。キャッ、イオナさん、ちょっとあんた何するつもり。変な気起こすんじゃないわよ。イオナさんの話聞いてたでしょ。咲子さんは復讐なんか望んでなかったって。うるさい。咲子の復讐はそいつを殺さなきゃ終わらないんだ。邪魔するな。危ない。めぐるくん、めぐるくん、めぐるくん。